なドレス。僕らは結局いつもの制服のまま。仕方ないでしょ。時間がなかったんだから。え？この声は。小林さん、どうしたんですか？ご用事があったんじゃ。もう、こんなに、人が。人？何なの？落ち着いてください。深呼吸です、深呼吸。わかった。大丈夫ですか？ああ、みんな、よく聞いてくれ。この船は危険だ。先生、それは一体？Gフォートの捜査前から疑問に思うことがいくつかあった。君たちは探偵と警察がこんなパーティーを開くこと自体が不自然とは思わないか？タチさんはお互いの上層部がお互いの未来のためにと言っていたけど、探偵と警察の対立は今よりも昔の方がずっと深かったんだ。古参の連中がこんなことをするわけがない。タチさんはこのパーティーに IDO の人間が来ると言っていた。しかも幹部クラスが数人と。 IDO の幹部が集まるなんて内部会議以外ではかなり珍しい。しかもその会議でさえほとんどがネットによるオンラインミーティングなんだよ。懇親会程度でそれほどの人物を集めるなんておかしい。心君は G4 全員でこの会場の警備を任されたと言っていた。 G4 は対怪盗事件に特化して編成された特別組織。怪盗と無関係なはずのこのパーティーを警備するなんて不自然だ。平野君からこのパーティーには探偵学院、警察学校の全生徒が参加だと聞いた。親睦を深めるためと言うけれど、いくらなんでも規模が大きすぎる。代表を募り人数を絞るのが普通だ。両校の生徒を全員集めるなんて何か作為的なものを感じる。確かに言われてみればという気はしますが、さほど気になるほどでもないような。まだだ、あるじゃないか。みんなが必死の捜査で見つけたもの、疑問を確信へと導く重要なファクターが。さあ聞かせてくれ、シャーロック。あ、はい。司法が盗まれた時の横浜の風なんですけど、犯行現場の風向きはどれもバラバラでした。でも全て風下に海か川があったんです。3カ所全ての風下に水。これは無視できない共通点だと思います。よし、ネロ。オッケー。今回のアルセーヌからの映像と怪盗帝国からの最初の声明の映像、それらを見比べてみたんだ。場所は同じ部屋に間違いないと思うんだけど、注目すべきは水槽。不思議なことに今回のと最初のとじゃ水面の傾きが全く逆だったんだよね。これは怪盗帝国のアジトが床の傾きが一定じゃないところ、つまり地面に固定されていない場所ってことなんじゃないかな。よし、エルキュール。はい。今回司法を奪ったアルセーヌがどの現場でも追い詰められた後に突然空へと舞い上がり、そのまま音もなく消え去ってしまったそうです。これはアルセーヌがトイズを使った、あるいは動力のない飛行手段、例えば風に乗るようなグライダーなどを使った可能性があると考えられます。でもそんな方法だと風に流され着地点は正確に定まりません。つまりアルセーヌを回収する側も移動できる可能性が高いということです。よし、コーデリア。はい。アルセーヌが車を使って逃げた可能性を考え、犯行時間前後の道路状況を調べたんですが、普段は全く混雑しない場所が渋滞していたんです。そしてその原因を調べてみると、羽橋が上げられていたためだと判明しました。この橋は現在使われておらず、この時も無許可で稼働していたとのこと。つまり橋を上げなければならない何かしらの理由があったんです。羽橋を上げる理由なんて一つしかありません。犯行当日船がこの場所を通った可能性があります。よし、以上のことから導き出される答え、それはここが、この船こそが怪盗帝国のアジトということだ。ここに大勢の人を集めたのも
奴らの計画の一つなんだろう。何かしらの目的があるんだ。ちょっと、目的って、探偵と警察の関係者ばかり。まさか人質、人質？そうなんですか？いや、わからない。何のために怪盗帝国はこのアジトに僕たちを集めたのか。おーい、次子くん。いや、お揃いだね。チース。どうも。ったく、なんで心たちが警備なんか。心ちゃん大変！何突然。この船は怪盗帝国のアジトなんだよ。は？教官の推理よ。怪盗帝国の罠かも。何言ってるの？警察と探偵がパーティーやろうって場所が怪盗帝国のアジトなわけないじゃない。わあわあ、ちょっと考えすぎだろ。はい。根拠はあるの？あります。今まで小林の推理が外れたことあった？マジ？ああ、おそらく。どうしました？おい、この船動いてるよ。何？しまった、いつの間に。もうずいぶん離れてしまっています。なんで気がつかなかったんだろう。電磁モン推進。そうですね、この船ならありえます。何ですかそれ。最近の高級船舶はエンジンやスクリューの音が聞こえないのよ。おい、ココロ、こんなの予定にあった？出航するなんて聞いてないわよ。いよいよやばいぞ、これは。ココロ君、乗客を救命ボートへ誘導してくれ。すぐに脱出させるんだ。ちょっと無理言わないでよ。大体なんて説明するのよ。ここは怪盗帝国のアジトで、このパーティーは罠だって言うの？さっきのココロたちみたいに信じてくれないわ。なら、こうすればいい。ちょ、何する。僕は小林オペラ。かつては名探偵とも呼ばれていましたから、ご存知の方も多いことでしょう。実は皆さんに大至急お伝えしなければならないことがあります。落ち着いて聞いてください。決して慌てないように。先ほどある怪盗から声明文が届きました。この船を占拠するそうです。でも大丈夫、よく聞いて。すでに犯人の怪盗は僕たちと G4 で取り押さえました。ですが船の操舵機器が壊されており、低速ですが進行が止められない状況です。今から対怪盗特別組織である G4 のメンバーが誘導しますので、全員救命ボートに移り船を脱出し、海上にて救助をお待ちください。以上です。よくそれだけ出任せが言えるわね。嘘も方便ってね。それじゃあ乗客の避難誘導を頼むよ。合点承知。ちょっと、心に断りなく引き受けないでよ。ここは怪盗帝国のアジトなんでしょ。 G4 としては放っておけないわ。警視からの命令はパーティーの警備です。招待客の安全が第一じゃないですか。招待客に何かあったら大目玉じゃない。ほら、行くよ。何よ、もう分かったわよ。心を動かすにはこれが一番だよね。ですね。心ちゃん頑張ってね。言われなくても頑張るわ。それに心ちゃんって言うな。よし、とりあえずこれで乗客は大丈夫だ。そんでどうすんの、これから。ここが怪盗帝国のアジトならアルセーヌも乗っているはず。やはり捜査ですか。いや、そうは言っても、これはラットが消えた時と同じ。さすがですわ、小林オペラ。アルセーヌ、機転、行動力、洞察力、そして推理力。ドイズはなくとも波の探偵など足元にも及ばない。お前がここにいるということは、やはりここは怪盗帝国のアジトなんだな。はい、お見事です。でもせっかく集まっていただいたお客様をお返しになるのはいかがなものかしら。
電源の一部を破壊させていただきました。これで救命ボートのウィンチは動きません。やはり乗客を人質にする気か。どうかしら。お前の要求は何だ。それはすでに伝えてあります。何？私の望みはこのパーティーそのもの。そう、あなたたちとの戦い。ミルキーホームズの皆さん、信じていましたよ。ここにたどり着けることを。あなたたちは私たちと共に謎を彩る運命にあるのですから。にもかかわらず、市政にはそれをわからない回答が本当に多い。ドイツを持つ自分を特別視し、欲望のままに犯罪を繰り返し、傷つけ合い、消えない憎しみと悲しみを残り、私はそのような回答を認めません。いえ、人間としても認めない。だから怪盗帝国を作ったとでも言うのか。ええ、その通り。怪盗とは何か、探偵とは何か、怪盗帝国がそれを知らしめるのです。今夜は新しい歴史の始まり。蘇った一人の名探偵と未来の探偵たちの地位、ミルキーホームズと怪盗帝国の真の勝負の時。すでに勝負はついています。はい。地方が地検本部に連絡を入れたはず。やがてはこの船も包囲されるわ。あなたは袋のネズミよ。やめるんだ、コーデリア。え？ここまで周到なことをしてるんだ。何も手を打っていないわけがない。 PDA を見なよ。電波が全く入っていません。妨害波だ。少し感じる。陸側からこの事態に気づくのには時間がかかりますね。この船は孤立したということ。そう。そして急がないと船底の爆弾が。小型ですが、穴を開けるのには十分なもの。結構な量を仕掛けてありますのよ。この船沈没しちゃいます。あ、消えた。え、何これ。これがアルセーヌ。ええ、幻惑をお見せする。これが私のトイズです。あなたたちはこの謎の世界から希望をつかみ取らなくてはならない。そんなこの船は麗しき謎に満ちた箱、ノーバパンドラ。さあ、私から3つの手法を取り返してごらんなさい。追うぞ、みんな。はい。エルキュール。ネロ。骨の一二分は覚悟して。ほら。シャーロック。誘惑か。行きますわ。どちらも幻じゃない。コーデリア。わかりました。こっちが偽物です。
ランドマークの時と同じ匂い。右側のあなたは怪盗20だわ。何？20。逃げたのか。アルセーヌを残して。待て、アルセーヌ。追い詰めたか。壁の見取り図によれば、ドアの向こうは大部屋一つです。なんかいかにもってドアだよね。入りますか。入りましょう。いや、うわあ。みんな大丈夫か。あ、はい、大丈夫です。一体何が。部屋が爆発したんだ。今のアルセーヌの声だよね。多分苦しそうな声。コーデリア、中の状態がわかるかい。待ってください。人が一人います。呼吸が乱れ気味、怪我をしているのかも。そうか。みんなここで待ってるんだ。僕が見てくる。危ないです。中がどうなっているかわからない。ここにいて。先生。間違いない、声明を送ってきた部屋だ。アルセーヌ、おい、しっかりするんだ。まあ、さすがは名探偵さん、お優しいのね。先生、大丈夫ですか。アルセーヌ、どうして。自滅？なんからしくないね。そう。こんなことになってしまうなんて、うまくいかないものね。ネロ、これを。何？ PDA？ トイズを使って。あ、非常電源へのアクセスコード？ボートは降ろせます。コード入力を。もうやった。うわ。アルセーヌ、このままじゃここも危ない。僕たちと一緒に脱出するんだ。どこまでもお優しいのね。あ、おめでとうございます。勝負はあなた方の勝ち。司法は椅子の裏です。さあ、早く宝を持ってお行きなさい。アルセーヌ。うわあ、爆発の間隔が短くなってます。船を離れないと。教官、くっ、宝を持って脱出だ。残っているボートを探すんだ。変です。え、静かすぎませんか。確かに変だわ。人の気配が全くしない。救命ボートもたくさんあります。どうして。とにかくボートに乗る。小林心ちゃん、お迎え登場。皆さん乗ってください。ほら、捕まって。わあ、いで、エルキュールさん、急いで。はい、全員乗った。ああ、次行こう。出して。ガテン、もっと離れて、早く。分かってるって。おいおい、一体何が。何から説明したものでしょうか。ボートが降ろせなかったのよ。ああ、そうです。来場者を救命ボートに乗せようとしたところ、ウィンチが動きませんでした。それでココロさんが電源を調べに行ったら、ものすごい形相で戻ってきて、そのまま私を海に蹴落とし、すぐヘリを呼んでこいと。ん、よくわからないな。爆弾よ、船の中で爆弾を見つけたの。しかもあの構造、多分。ねえ、時間だよ。目を閉じて。
他の乗客は？大丈夫です。県警のヘリを総動員して退避させました。何考えてんの？怪盗帝国の奴ら、悪夢だ。また会う日まで胸。アジトのクルーザーと共に爆炎の中へ消えたアルセーヌたち。あれだけの爆発、無事だったとはとても思えない。つまり怪盗帝国の消滅によって僕たちの戦いは結末を迎えた。そういうことなのだろう。ここ数日の何事もない穏やかな日々がそれを証明している。そして今日は事件解決のご褒美という名目でミルキーのみんなとここで楽しむことになっているんだけど、早く来すぎたかな。先生！シャーロック！